まず手水鉢、重要文化財になってます手水鉢行ってみたいと思います。手水鉢の建物自体が重要文化財になってるじゃなかなかですね。こちら東を振り向くと先ほど入ってきた護衛道門ですね。大きいです。護衛道も大きいです。振り向くと護衛道、親鸞聖人お祭りしたところ、大きいです。重要文化財の手水鉢行ってみたいと思います。この水は飲めませんなってますね。飛脚もないということですね、このコロナ対策で。ちょっと残念ですけど、重要文化財になってます。素晴らしいですね。こちらに乗ってますかね。はい、手水館、重要文化財ですね。明治時代に建てられてるんですが、重要文化財になってるっちゅうね、なかなか、まあ、多分希少価値があるんでしょうね。こちらにもう一箇所、東本願寺の案内図があります。ちょっと見てみたいと思います。まあ、こちら分かりやすそうですね。この水色で囲まれた部分っていうのは一般の方入れないということですね。例えば書院とか、大神殿、宮御殿、式務所ですね。この辺りはちょっと一般の方はご遠慮くださいということですね。一般の方が入れるのはこの御影堂、御影堂、阿弥陀堂、研修道場ちょっと前あと行ってみたいと思います。こんな感じですね。で振り向くと護衛堂があります。灯籠も規模が大きいです。あとで中に入ってみましょうか。ちょっと中の部分は撮影はちょっとできないので、その前にですね、釣り鐘があります。